の神と福の神。昔々ある村に、そりゃ貧乏な男が住んでおりました。この男はもともと怠け者というわけではなかったが、いくら働いてもちっとも暮らし向きが楽にならない。それで近頃ではもうすっかり諦めて、一日中ぼさっとしておりましたそうな。働いたって無駄だ。毎日楽に暮らせる方法はないのかの。男がなんでこんな貧乏になったかと申しますと、この家には以前からずっと一人の貧乏神が住み着いていたからなのでした。ところで、見るに見かねた村の人たちはこの男に嫁子を世話してやりました。まあめんこい嫁子で、男はもう大喜び。それを見た貧乏神はつぶやきました。わしがいることも知らんと、気の毒な嫁子じゃ。ところがこの嫁っ子、朝は早いうちから畑に出て実によう働いた。畑から帰るとまき割り水汲み、そりゃもうコマネズミのようにくるくるとよう働いた。男の毎日はもう以前と比べたら何から何まで大違い。その上嫁子は朝晩神棚にお供えをする。神様、今日もよろしゅうに。これには貧乏神も大いに恐縮したが、そこは厚かましい貧乏神のこと、なになに、うまそうじゃなとお供え物をちゃっかりいただいておりました。何しろこう嫁子が働き者では、亭主としてもじっとしてはいられまい。二人で畑に出ていても、男はすぐ怠け癖を出して言いました。なあ、そろそろ帰らねえか。兄さん、先に帰ってくだせ。私はもう少し耕していくで。と言われれば男も働かないわけにはいかなかった。とまあそうこうするうちに、男もだんだん働くようになると、家の中も前よりかうーんときれいになってきた。そうすれば男も張り合いが出てきて、二人はまあせっせと力を合わせて働くようになりましたが、こうなると困ったのは貧乏神。二人がすっかり働くのですっかり居づらくなってしまいました。わし一体どうすればいいんじゃの。さてそれから何年かたったある年の暮れのことです。二人は塩鮭も買うたし、少々のもちもちいた、さあこれでゆっくりとお正月が迎えられるぞというそんな時、何やら天井裏の方から変な声が聞こえてきました。なんでしょうね、なんじゃろ。男はそろそろと天井裏を覗いてみました。すると驚いたことに、そこには例の貧乏神がいて、一人大声を上げて泣いているではありませんか。なんだこの汚い爺様は。男は貧乏神に尋ねました。あんた一体誰かねえ。わしゃこの家にずっと住む貧乏神じゃよ。貧乏神、貧乏神。そうじゃ、わしは貧乏神じゃよ。それなのにお前ら夫婦があんまりよう働くんで、わしはとうとうこのうちにおられんようになってんじゃ。男は自分の家の守り神が貧乏神だと聞いて少しがっかりしましたが、それでも神様は神様なので下に降りてもらっていろいろ話を聞きました。それによると、今夜福の神が来るので貧乏神は出て行かなければならないというのです。男は笑いながら言いました。せっかく長いこといてくれたんだで、このままいてくれればええだ。びっくりした貧乏神、ポッポンとか、わしがいるといつまでも金持ちになれんで。そんなことは構わんなあ。男が嫁に聞くと、何度もこれからもずっといてください。嫁も心よく答えた。それを聞いた貧乏神、長い間神をやっているが、こんな情けのある言葉を聞かされたのは初めて。大感激でまたもや号泣。ありがたやありがたや。
困ったらな、別の神様が交代で来るんかや。貧乏神は相変わらずしょんぼりして何やら考え込んでいましたが、そうだ、わしに餅を食わせてくれや。餅食ったら福の神できてって前期へ前期。それはよい、それはいい方法だ。ってんで二人は早速貧乏神に餅や魚、それに酒も少々用意しました。貧乏神はみるみるうちに出したものみんな平らげてしまいました。いやうめえ。そして酒と餅ですっかり気の大きくなった貧乏神は早速相撲の稽古を始めます。やったー。そのうち夜も更けていよいよ除夜の鐘が鳴り始めます。これが神様の交代する合図だったのです。戸を叩く音がしました。こんな夜更けにどなたですじゃ。福の神じゃよ。福の神、鍵などかけておらんで入ってください。したらば福の神が入ってきました。いやお待たせお待たせ、福の神さんやってまいりましたら、えっちらおっちらと神の国からやってきた福の神でございます。すると福の神は家の中にいる貧乏神に気づきました。あれ、お前は貧乏神、まだこんなところにうろうろしてたがや、早いところ休戦かや。ディアンディ、ここはおらが長年住んどったうちでど。そりゃに、これが神の国の決まりっちゅうもんだろよ。出ていかねえと、うりずくでも掘り出すぞ。何をやるか、わんしゃん持ちたらして食ったんだぞ。すごい勢いで貧乏神は福の神へ向かっていきました。しかしさすがに福の神は強い。夫婦は叫びました。貧乏神危ねえ、負けるな。貧乏神、それそれ頑張って。なんと夫婦が貧乏神を応援するで、福の神はびっくり、すっかり戸惑ってしまいました。そのうち貧乏神が危うくなってくると、あぶねえ貧乏神、あぶねえ、わしらも加勢するぞ、わっしょいわっしょい、わっせわっせ、とうとう三人がかりで福の神を外へ追い出してしまいました。ことの成り行きが信じられない。福の神、わし福の神だよね。そんで中にいるのが貧乏神。今の人間は貧乏の方が好きなのかね。福の神はこんな目にあったのは初めてだったので、何度も何度も首をひねりながらすごすごと帰って行きました。そして次の日は、めでたいめでたいお正月、貧乏神も一緒にごちそうやお酒を飲み、三人で楽しくお正月を祝ったということです。それからこのうちはあんまり金持ちにはならなんだが、それでも結構幸せに暮らしたそうです。そして貧乏神はやっぱり今でもこのうちの天井裏にいるという